分たちの流れもありましたけど、まあ、あの相手の時間帯、相手にやられる、ピンチを作ってしまうシーンというのもあったと思うので、まあ、そういったところでは悔しい、試合になりましたし、まあ、これからはもっとあの自分たちで突き詰めていって、あの勝ち点3というものをしっかりとつかめるような、戦いをしていきたいなというふうに思っています。まだ、まあ、経験というところでも、足りない部分ありますし、まあ、しっかりと勝ち切るためにどういった、プレーを選択していくのかというところを、もっともっと一人一人が考えて、まだまだ学んで吸収できる段階だと思うので、しっかりと声かけ合ってやっていきたいなというふうに思っています。少しずつですけど、チームとして、再現性のあることだったりとか、ゲームをコントロールするっていうところも、増えてきたと思うので、まあ、もっともっと相手をコントロールして自分たちの時間というのを増やせるように、やっていく必要があるかなというふうに思っています。まあ、絶対負けたくない相手ですし、まあ、去年まで一緒にプレーしていた選手とやるっていうことは本当に楽しみでもあるんで、しっかりと自分も表現しながら、しっかりとチームのためになるように、プレーしていけたらいいかなというふうに思ってます。チーム一丸となって戦うことが一番大事ですし、しっかりとみんなが勝利のためにハードワークするっていうところを、ベースに戦っていきたいなというふうに思ってます。しっかりと勝ち点3をつかみ取って帰ってこれるように、チーム一丸となって戦いたいと思います。応援よろしくお願いします。